ケントは1990年に結成されたスウェーデンのウルタナティブロックバンド。バンドはスウェーデンとスカンジナビアにたくさんのヒット曲があり、アルバムベルクリゲントシングル KR メートルのリリース以降、すべてのアルバムがスウェーデンチャートの一番上にあった。ロックバンドであり、ウルタナティブロックのアルバムによって人気を得た。2007年から シンセポップよりの音楽を作り始めた。チャート1位のアルバムが11枚、チャート1位のシングルが5枚、受賞したスウェーデンのグラミー賞が23個、そして300万枚以上のアルバムが売り上げられた。そのためケントはスウェーデンとスカンジナビアにおいて一番人気のポップ、ロックグループと言われている。アルバムバパンアミニションは95週間もスウェーデンチャートの頂点にあった。 ケントは、よく、U2 や、コールドプレイヤー、デペッシュモードのようなバンドと比較される。ケントの歌はほとんどスウェーデン語で歌われているため、英語圏の聴衆に、ケントの存在はあまり知られていない。ケントは短期間、国際的なギャリアを積もうとして、アルバム、イソラとハグネスタヒルの英語バージョンも作ってアメリカをツアーしたが、スカンジナビアほど成功しなかった。 リードボーカルで作詞者のヨアキムバーグは私の各歌詞には2種類ある。一つは場所に関するもの、そしてもう一つは気持ちに関するものだ。いつもこの2つの間を行ったり来たりしていると言っている。音楽ゲームギターヒーローワールドツアーのキャリアモードでケントの曲ビンターノル2がアンロックできる。プレイステーション2とプレイステーション3でシンスターケントという シンスターシリーズのゲームも発売された。2016年3月16日に、バンドは26年間の活動の集大成として、D ソンニュ FR アルティドというラストアルバムのリリースを発表した。アルバムは2016年5月20日に発売された。バンドの告知には、長い間成功していたにもかかわらず、自発的に解散と書かれていた。ありがとうございます。